アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。バックフェス簡単、今回もシリーズハッピーラッキーガチャやっていきたいと思います。今回はファイナルファンタジー4です。はい、毎回恒例キャラクターチェックワンツーしていきましょう。はい、まずは闇セシルかな、セシルちゃん見てみましょうか。超絶とオーバーフローだけですね、持ってるのはガチャマでもなし。はい、聖セシル見てみましょう。戦技と超必殺、そんな感じですね、ガチャマてなし。はい、カイン見てみましょうか。カインちょっとなんか持ってたと思うんですよね、超絶、これブレイブだったと思うんですよね。ブレイブとオーバーフロー、奥義、ガチャマてなし。リディアちゃん、リディアちゃんはちょっと揃ってるんですけど、超絶2個持ちか。なんだろう、こっちは水、こっちなんでしょうね。あ、ブレイブだ。しかも地属性なのね。なるほど、覚醒より欲しいですね。ガチャマテ持ってますね。あ、どっちもガチャマテ、あーすごい。覚醒奥義手に入れたら結構いいですね、スタメンになりそうですね。水パンローザ見てみましょう。超絶、戦技ですね。ガチャマテをはあるのか。あ、ガチャマテ2個持ってますね、ローザちゃん。じゃあギルバード見てみましょうか。ギルバードは超絶持ち、OK、ガチャマテも1個ある、短縮系ですかね。はい、ヤン、ヤンはなんかあるのかな、超必殺バーストのみで、ガチャマテなし。パロムちゃんは超絶持ってると思うんですよね、超絶持ちダブルですね、ガチャマテ持ち。ポロムちゃん、超必殺のみですか。で、ガチャマテはなし。テラはどうでしょう。テラは何も持ってない。ガチャマテ1個。エッジは、あ、チェインか。あ、これでもあれか。みんなもらえるやつですもんね。オーバーフロー奥義か。渋いな。フスや、バーストのみ。ゴルベーザ見てみましょうか。チェイン持ってんすよね、ゴルベザチェイン。超絶バリアね、なるほど。シード見てみましょう。キャラ結構いっぱいいますね、超必殺のみ。何これ、セオドア、セオドア知らないな、何もなし。ルビカンテ見てみましょうか、超必殺のみ、渋いですね。じゃあ、アーシュラ、超必殺のみですね。これですね、バルバリチア、バーストのみ。結構キャラいるのに全然あれだな、キャラ多いのに技は揃ってないですね。それでは行ってみましょうか、バックフェスカウンターのシリーズハッピーラッキーガチャファイナルファンタジー4。早速行ってみましょうか。覚醒奥義、リディアちゃん欲しいですね。じゃあジェムで行きましょう、ぜひとも引きたい。さあどうなるでしょうか。覚醒奥義引きたいな、毎回引けてないからな。お願いします、来るか。おお、というか虹しか出ないな。ヤンですかね、どうでしょう。ヤンですね、しかもかぶりかーい、かぶりかーい、かぶりバースト。渋いな、最近虹しか出てないですね。しかもかぶり、こんだけキャラいる中でかぶりはきついな。そんな感じで今回はこれで終了したいと思いますが、まあ、虹ですね、3、なんだ、オニオンのチェーン狙っていきたいと思います。そんな感じでメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 DJ ソアライズでした。